2023年6月8日、文春砲が放たれた。女優広末涼子と鳥羽周作オーナーシェフのダブル不倫報道だ。この不倫騒動は加熱する一方で未だに収まる様子を見せない。両者既婚者ということもあり、二人はお互いの家族をはじめたくさんの人たちを巻き込むことになった。広末は無期限謹慎処分となり、鳥羽は近々自身が代表を務める株式会社塩の社長の座を退任する意向を示している。広末の夫キャンドル・ジュンはこの報道加熱にしびれを切らし、単独会見を開くに至る。そこで広末のプライベートに関してキャンドル・ジュンはあることを暴露。それは広末の男癖に関することであった。結婚後、鳥羽以外にも不倫関係になった人がいたと語り、表沙汰にならないよう自らその相手の方へと出向いて示談交渉をしたという衝撃の事実を明かしたのだ。今でこそ女優で母親、透明感のある清楚系のイメージが強い広末。しかし広末のアイドル全盛期を知る人たちや昔からのファンからはなんとなく納得がいく、また始まったかというような声も上がっていたのだ。14歳でデビューした広末はお騒がせ女優として知られていた。デビューから今まで一体どのような騒動を起こしてきたのか。そこで今回は広末涼子が過去に関係を持った男性10選を紹介していく。広末の男性遍歴1人目は俳優の村田充。1977年8月18日生まれで、年齢は2023年で46歳になる。現在は舞台を中心に活躍する俳優だ。1998年8月、写真誌「フォーカス」で広末と村田の熱愛が報道される。この頃、村田はメンズノンノのモデル、ミツーとして活躍していた。14歳でデビューした広末は当時17歳。これが初ロマンスだったとも言われている。出会いのきっかけは1999年にリリースされたシングル「サマーサンセット」のプロモーションビデオの撮影だった。広末の恋人役で村田が出演したことがきっかけで交際が始まった。広末の一目惚れだったそうで、以降村田のアパートに広末が入っていく姿が目撃されたり、新宿で2人でデートする姿を激写されていた。破局理由については不明だが、当時人気絶頂期だった広末にこのような関係はご法度、事務所に別れさせられてしまった可能性が高い。その後村田は女優松田聖子の娘さやかと結婚したが、その後円満離婚している。次は伊勢谷友介。言わずと知れた俳優の伊勢谷友介。1976年5月29日生まれで、年齢は現在47歳。1999年3月フライデーでバイクデートを楽しむ2人の姿が激写された。当時村田充と同じくメンズノンノのモデルだった伊勢谷友介。そのため広末はメンノン系イケメン好きだと噂されたようだ。広末はなんと自身の母親にも彼を紹介していたという。しかし2人の関係は1年ほどで自然消滅してしまったそうだ。次は一般のある専門学校生。彼は広末と同郷であることが分かっている。2001年5月、一部の週刊誌で広末が都内のホテルで同郷の専門学校生と密会していたと報じられた。当時ホテルには広末が出演した映画「わさび」のスタッフ全員が泊まっていたそうだ。同時期にホテルに泊まっていたというある人物が広末に似た人を見かけ、スタッフに聞くとあっさり肯定されたという。そこで気になったその人物は広末の部屋を確認した。すると部屋を通り過ぎる時にジョージの声が聞こえたという。ドアのそばに寄ったのは10秒ほどだったそうだが、確かに声が部屋の中から聞こえてきたとその人物は語った。正直この話については信じがたいが、広末の所属事務所によると専門学校生と会ったのは事実とのこと。事務所はそれ以上の関係はないとコメントしていたが、ホテルで会って何もないという言い訳はさすがに苦しいだろう。広末の男性遍歴4人目は俳優の金子健。1976年10月19日生まれで現在46歳。2人は2001年頃に熱愛が噂されたが、写真などは撮られていなかったようだ。この頃広末はその人気から多忙を極めており、精神のバランスを崩して西麻布のクラブに入り浸っていたと言われている。金子だけではなく伊勢谷ともこのクラブで出会ったとも言われている。金子健と出会い親しくなったこの頃、広末はタクシーの無賃乗車をして道路に座り込むなど気候がスクープされていた。そのことから素行の悪い金子に影響を受けてしまったのではないかと心配されていた。
男性遍歴5人目はモデルでデザイナーの岡澤隆弘。1975年9月14日生まれで現在47歳。2001年11月9日のフライデーで熱愛が報道された。出会いはまたもや戦術のクラブで出会った男性と次々に関係を持っている時点でもはや清楚とは程遠くなってきている。そして岡澤とはなんと2003年12月15日にできちゃった結婚。キャンドル・ジュンと血がつながっていない長男として話題になっていたのはこの時の岡澤の間に生まれたこのことである。2016年に発売されたある雑誌の記事によれば、広末は計画的にできちゃった結婚をしたとも言われている。当時人気が爆発していた広末が結婚するには既成事実を作る以外に道がなかったのだろう。そこまでして一緒になった2人だが、2008年3月13日に離婚を発表。離婚理由を歩幅を合わせていくことが難しくなった結果の決断と語っている。また岡澤のデザイナーとしての仕事が不調だった一方で、広末は産後すぐに仕事に復帰し多忙を極めていたため、家事育児の分担や生活リズムなどすれ違いが起きていたとしてもおかしくはない。さらに岡澤には関東連合とのつながりが噂されていることもあった。もし何かあれば広末の仕事にも影響が出るというのも離婚の一因かもしれない。そして離婚後に岡澤と噂になった長澤まさみは、岡澤に仕事で抱えた負債を肩代わりさせられそうになったという噂もあるので、広末と離婚した時点でも金銭的なトラブルがすでに発生していたのかもしれない。広末の歴代彼氏6人目は俳優の永井勝。1978年5月20日生まれの45歳。広末とは2007年のドラマ「ロング・ウェディング・ロード」で初共演した。2人が共にいるところがキャッチされたのは2009年2月14日のバレンタインデー。週刊誌「フライデー」によって深夜密会デートが報道された。これを受けて永井は同年6月18日の完成披露会で片思いしている、交際したいと広末になんと公開告白をしたことでも話題になった。するとなんとその思いが本人に伝わり、半年後の2010年1月3日、一部週刊誌で真剣交際に発展したと報じられた。長男との仲も良好で、再婚するのではとまで言われていたという。しかし、同年6月3日には破局してしまったのだとか。理由は広末に結婚の意思がなかった上に、お互い多忙ですれ違ってしまったためだそうだ。ここで登場するのが現在の夫、キャンドル・ジュンだ。1974年1月20日生まれ、49歳。2010年8月、一部週刊誌で2人の交際が報じられた。その2ヶ月後の10月8日に、またもやできちゃった結婚。さらに出会って約半年のスピード婚だった。2人の出会いはキャンドル・ジュンが主催したハイチ大地震救済支援イベント。ラブ・フォー・ハイチ、ハイチに愛をというチャリティーイベント。2011年3月22日には、広末にとって第二子である男児を出産。そして2015年7月17日には、第三子の女児が生まれた。今回の不倫騒動が出る前から2人の関係は冷めているという噂が出ていた。その原因は言わずもがな広末の男癖の悪さであろう。以降は広末が婚姻中に噂が出た男たちだ。まずは俳優の佐藤健。1989年3月21日生まれの34歳。広末の9個下である。2人は2010年に NHK 大河ドラマ「龍馬伝」で出会った。不倫報道の始まりは2014年2月27日の女性セブンの記事。広末が佐藤のマンションにお泊まりする姿が報じられた。また都内にある人気の溶岩浴スパでもデートしていたとも噂されている。専用着を着ているとはいえ岩盤浴に男女の友達で行くことはなかなかないかもしれない。報道当時は夫のキャンドル・ジュンが月の半分近くを被災地で過ごし支援活動を積極的にやっていた頃、夫の留守中の仰せだったということだ。夫の不在に当時広末は寂しいと周囲に漏らしていたという。さまざまな状況が重なって佐藤と不倫に至ったということだろう。しかし広末はこの報道について別の友人のところに遊びに行っただけ、佐藤健さんが住んでるという事実を知らなかったとコメントしている。この報道は決定的証拠に欠けていたため鳥羽の時のように大事にはならなかった。鳥羽と共にいるところを文春にキャッチされた際、広末は不倫関係を否定していた。佐藤との関係をうまくごまかせたこともあって、また乗り切れると思った節があったのかもしれない。
これに関して週刊文春では実はセブンの記事が出た後、キャンドル・ジュン、フラームの井上社長、佐藤、アミューズ関係者の4社で密かに話し合いが持たれたとリークしている。そこで佐藤はキャンドル・ジュンに直接広末との不倫を謝罪、その後広末もキャンドル・ジュンに頭を下げたなどと書かれていたことから、不倫をしたのは事実だった可能性が高いだろう。鳥羽との不倫関係がリークした際に、とばっちりを受けたのが広末の男性遍歴9人目のソンハだ。在日韓国人3世で1981年3月26日生まれの42歳。広末とソンハは2012年の舞台「僕に炎の戦車を」で共演し、その後親密な関係になったのだという。順番で言うと佐藤健よりも前ということになる。結婚してからわずか2年後のことだ。広末とソンハの関係に気づいたキャンドル・ジュンは、広末の知らないところでソンハのもとへ直接出向き、別れてくれるように要請したという。会見で語っていた示談に持ち込んだというのはソンハのことだったのだ。しかもこのソンハも実は既婚者で、子供が2人いるため、鳥羽と同じくダブル不倫だったのだ。鳥羽と広末の不倫騒動が拡大する中、過去の示談で住んでいる事実を掘り返されてしまった。そして現在も進行形なのがフレンチシェフの鳥羽周作だ。1978年5月5日生まれの45歳。すでに散々報道されているように、彼は既婚者であり、2人の子持ちだ。2023年6月8日の週刊文春で、広末と鳥羽が同じ高級ホテルに泊まっているところが掲載された。2人は2023年3月下旬頃から仲を深めたようで、広末が鳥羽のレストラン、ホテルズで談笑する姿も激写されている。しかし、記者に直撃された広末は絶対にありませんと当初不倫関係を否定していた。鳥羽も仲の良い友達だと証言。ところが数日後、2人揃って謝罪文を公表し、不倫関係を認めた。現在もこの騒動は収束に至っておらず、さらに問題は枝分かれし、加熱の一途をたどっている。一番最近では鳥羽が文春に対しインタビューに答えており、この騒動のけじめをつけるために自身の会社、株式会社塩の社長退任の意思を告白していた。さて、ここまで10人、あくまで噂レベルからバッチリ週刊誌に激写されたものまで紹介した。芸能活動30年近くの間にこれだけの男たちを泣かせてきた広末涼子。そのほとんどが仕事での共演者の男たちだ。その可憐な容姿から清楚系で売ってきたのだろうが、その中身は清楚からはほど遠いのかもしれない。これだけの報道がありながら、そのイメージで売り続けてきた本人や事務所にはあっぱれの一言だ。男たちも騙せれても仕方がないだろう。しかし、今回の W 不倫騒動ばかりは事務所ももうフォローしきれなかったのかもしれない。家族や子供たちも巻き込んで、今もなお恋に生きる女、広末涼子。今後の鳥羽との関係が注目されているが、果たしてこれが最後の恋となるのか。広末涼子には、まだまだ私たちが知らない一面がありそうだ。